後期2600年放縮全国、キリスト教信徒大会の奨励、くぶしろちみは、戦前戦後における、女性解放運動家の一人。1882年、熊本県か本郡出身の牧師、大久保慎次郎と、徳富祖宝、徳富牢家の妹、音羽の長女として生まれる。慎次郎は、1902年に渡米し、 ハワイとオークランドに日系移民のための教会の設立した人物。幼い頃洗礼を受ける。1903年、女子学院高等科卒業後、両親の伝道に同行し、アメリカへ赴く。1906年に起きたサンフランシスコ地震で、おち実は被災者の支援活動を行った際に、日本から移民した娼婦たちが住む地域に通訳として、 おき、日系移民女性の悲惨な生活を目の当たりにする、強風会。この経験が、廃傷運動を志す契機となった。米国太平洋上学校に在学中に、くぶしろなおかと出会い、結婚して、シアトルに住む。1913年に帰国し、夫と共に、大阪、高松、東京で牧師として活動する。夫と共に、 東京市民協会を創設する。それと、並行して、敗勝運動のほか、市川夫妻らともに、婦人参政権運動にも参画する。1940年10月17日の後期2600年、宝粛全国、キリスト教信徒大会の奨励を担当、講和暴行という偉大な精神は、日本国民に対して、火の柱、雲の柱であると信ずる。 新体制は十字架の道であると述べた。戦後、売春禁止法制定促進委員会委員長となり、1956年の売春防止法の制定に尽力した。昭和41年に83歳で、日本キリスト教団性教師試験に合格する。それらの功績により、乱受法賞、君三島随法賞を受賞した。教風会の婦人新法に、 敗章論を寄稿したことをきっかけに、強風会の活動に参加し、敗章運動に取り組むようになる。1916年に、飛騨遊郭の解説への反対運動を展開したが、飛騨新地の解説を阻止することはできなかった。その後も、住吉公園遊郭取り消し請願、吉原遊郭の再建の反対運動にも取り組んだ。ありがとうございます。